手です、右手。今日はパターが入ります。インのスタートホールです。正面にクリークがあるのでクリークの手前に打ちたいと思います。ちょっとよくわからないね、今の。やばい、いいスタートです。はい、ピンが左側に切ってあるのでピンを狙わず真ん中を、グリーンの真ん中を狙って打ちたいと思います。残り165ヤードです。4番ユーティリティで打ちます。上りのスライス、バーディーパットです。パーでスタートをしたい、そんな気分。これまっすぐ打ちますよ、まっすぐ。2番ホールです。ここは右が OB が浅いのでなるべく左の方に打ちたいと思います。っていうことはここに構えちゃいけませんね。なんでこっちです。左が広いのでこっちから打ちたいと思います。いくぞー。あーちょっと、まあでもミスだけど左なので林は避けれました。ラフが深い。でも顔見えてるからな。でもやっぱここは無理しちゃいけないので。あ、間違えた、キャディーさん6番ユーティリティください。4でも打てそうだけどな。近いです。無理してロフトのあるクラブを選ばない。6番ユーティリティでしたいと思います。で打った場合取ってみていい？こういうところ4バウンドで打った場合いきます。うん、こうなんか食われる量が増える気がします。165ヤード4番ユーティリティで打ちます。バンカーがあるのでなるべく花道を狙っていきます。あー、ミスった。あー、おー、顔が上がりましたね、顔が。これはプレッシャーのかかる4打目です。まあ普通に打てばいいんですけど、いろいろ目に入るのでね、視界に。こういう時はヘッドアップしない。ラフが深いから右手の力を抜く。いきます。ヘッドアップしない、右手の力を抜く。ゴー。おー、右手ですね、やっぱ右手、やっぱ右手です、右手、右手。ですこのショートはなんと190ヤードもあるそうです。4バウンドじゃ届かないんですけど、ゴルフは手前からなので4バウンドで打ちます。
カーに入ってたかと思ったら、じゃじゃん。このラインはでも難しいですよ。体で打つんですよ、こういう時は。バンカーがないと思って体で打つ。上出来、上出来です。いくよ、残りのスライス。これは最後に曲がりそうなんで多めに読みます。パターが入るね、今日は。今日はパターが入ります。